皆さんこんにちは。こんにちは。あれ、お太りになられたかな。そんなことない。お太りになられたかな。やったね、チロル。さあ、10月の終わりにいよいよストックコンバットのレースがチャンプスタジアムであります。ストック好きがね、チャンプスタジアムに集結しますよ。もうね、ストックの全国的な大会、もう全日本的なね、ストックの大会です。10月の27日日曜日、もうすぐですね。もう1ヶ月切りました。さあ、なんとね、エントリーがオープンクラス80人以上。多い。80人以上もね、エントリーしたのかって、すごいですね。80人か、大きい大会ですよね。それでね、今ね、チャンプもすごくね、みんなね、練習に来ててね、にぎわってます。ね、いつもね、見ないような顔の人とかもね、結構来ててね、すごいね、にぎわってますよ、チャンプスタジアム。ただね、ちょっとね、一個ね、お願いがあるんですけれども、チャンプスタジアムで走っていて、ストレート、長いストレートありますよね。ストレートで転んで、ストレートの真ん中とかね、ストレートの出口とか、まあ、ストレートで車が転んじゃってる時に、もう必ずストレート転んでますって言ってください。お願いしますね。そうしないとね、結構ね、みんなね、ラジコン、このね、視野が狭くなってるんで、遠くのストレートの方で転んでる車ってね、目に入らないんですよね。だから車がね、こう止まってる車に気づかないでガシャーンとかってね、よくあることなんで、もうお互いの車がね、大破してしまうんで、もうせめてストレートで転んだ時だけは、せめてストレート転んでますってね、大きい声をね、出すようにしてくださいね。よろしくお願いします。さあ、そしてね、チャンプにぎわってますけれども、そのストックの大会、和気あいあいとしてる楽しい大会なんでしょうって私が言いますと、そのあさん全然違いますよ。めっちゃガチな大会で、みんな超ガチですよって言うんですね。そうなんですか。なんかストックでみんなで和気あいあいと楽しむ感じのレースなんじゃないんですかって言ったらね、めっちゃガチですってね、みんな言うんですよね。そうなんすか、ガチな大会かって。いやー、緊張しますね。そういった雰囲気なんです ね。マッチモア主催のね、ストックコンバット。さあ、そしてね、本当はね、そのストックコンバットの大会ね、私はね、出る予定ではなかったんですね。月例に出てストックコンバットはね、見送ろうと思ってたんですね。ね、肉苦手だし、ね、だから出ないつもりだったんですけれども、10月はね、月例がなくて、ストックコンバットの大会だけチャンプスタジアムであるんですよ。もうだからね、あ、じゃあもうしょうがない、ストックコンバットの大会に出ようと思って、それでね、ストックコンバットの大会に出ることにしました。で、出るからにはね、まあそれなりに走りたいんで、もっとマシンを速くしたくてね、4ギアから3ギアにね、変えたりね、ダンパーの位置をね、後ろについてたのをね、この前に持ってきたりね、速くするようにセッティングし直して、で、すっごい苦しんで、走りにくくなった、全然うまく走れないって、それをね、見かねてね、達人の武田さんが、このね、今武田さんセッティングにね、してくれて、全然巻かなくてね、もうすっごい握れる車になって、やっとなんとかそれなりに走れるようになってきたかなって思います。本当にね、助かりました。だからね、このね、走れるようになった肉でね、練習してね、なんとかもうちょっとね、早く走れるようにね、練習してみたいと思います。じゃあね、
まあ、ストックコンバットね80人もエントリーしてますよっていうね緊張感とねそんなに参加するんだっていうねこの不安な気持ちをね皆さんと共有したくて、この動画を作りました。もうね満足です。今ねみんなに伝えることがねできましたのでねみんなにお伝えしてね満足です。じゃあねすごい緊張すると思いますけれども、まあ、あとね1ヶ月もないですけれどもあと何週間か練習して少しでもね上の順位を目指して、頑張りたいと思います。それでは皆さんさようなら。ジャンプスタジアムで会いましょうね。バイバーイ。